小坂辻原遺跡、小坂辻原遺跡、小坂辻原遺跡は、大分県日田市大和小坂にある、旧石器時代から中世までの広範囲の年代に、わたる、複合遺跡である。特に、古墳時代はじめの豪族巨漢跡は、発見例では、日本最古とされる。1996年10月31日に、国の史跡に指定されている。 北盆地北部の通称辻原と呼ばれる標高約120メートルの大地上にある。周囲には同様の大地が続いており、弥生時代から古墳時代にかけての集落跡や墳墓が発見されている。大分自動車道の建設に先立ち、大分県教育委員会によって1985年から行われた発掘調査では、弥生時代から古墳時代にかけての住居跡や、 墳墓などが発掘された。中でも3期の看護巨館の遺構は、出土した時から3世紀末マイナス4世紀初頭のものであると推定されており、日本最古の豪族巨館跡であると考えられている。1号看護巨館は、一辺約47メートルの堀を有し、その内側に3件2件以上の大きさを有する、総柱建物一棟が確認されている。 2号看護王居館は、東西約37メートル、南北約36メートルの方形の堀を有しており、その内側に3軒2軒の総柱建物が、南北に2棟並んで確認されている。1号と2号の2つの看護王居館は、並んでいるが、看護王居館跡が2基並んで発掘された例は、日本では他にない。3号看護王居館は、1。 二号館号居館から少し離れた場所にあり、一辺、約二十メートルの堀の内側に三軒二軒の建物一棟が確認されている。これら三基の館跡が同時期に並存したものか、異なる時期に建てられたものかは不明である。古墳時代の豪族居館については、家型埴輪や家屋文教からその構造が推定されるとともに、 5から6世紀の遺跡が約30例ほど発掘されているが、3から4世紀の遺跡は他に類を見ず、山東県による支配が確立していく過程での地方権力の状況を知る上での重要な遺跡であるとされる。ありがとうございます。